皆さんこんにちは。大沢チャンネル、本日の料理はイカのソース煮込みをご紹介したいと思います。この料理、僕もお家でよくやるんですが、シンプルなんですけども柔らかくてすっごい美味しいです。めちゃくちゃおすすめですよ。イカを揚げるっていうとバチッと跳ねたりとかしてちょっと抵抗ある人もいるんですが、そこはロイヤルクイーンの調理器具と大沢チャンネルのアイディアでことごとく解消しておりますので、ぜひ一緒にチェックしていきましょう。イカは楽チンするためにもう切ってあるものを使っていきましょう。ボウルに入れてお酒で少し洗って臭みを取っていきます。プチプチっとしたらこれで OK です。あとは浄水器のお水で洗い流しましょう。今日は小フライパンを使っていきます。揚げる前にお鍋を中火で3分間空炊きしておきましょう。お酒で洗ったイカは小麦粉を入れたビニール袋の中にドサッと入れてしまってください。ここで空気を入れてシャカシャカシャカーっと粉を混ぜていきます。お鍋が温まりましたので油を入れていきましょう。油の目安はだいたい1センチぐらい入れてください。熱いお鍋にちょっとだけ油が入るので、お箸を入れて、あ、もう OK です。お箸がシュワシュワシュワーとなってきたら OK ですよ。そしてこの料理のポイントはズバリ大胆さ。袋から手づかみでイカをはたいて小麦粉を払ったらザバーッと入れてください。スピード勝負です。全部入ったらすぐ蓋しときましょう。イカは跳ねやすいですからね。なんてったってスピード勝負。さあ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 、お鍋からすぐに蒸気上がってきます。そしたらこのスチーマーと小ドームカバーをセットしておきましょう。蒸気上がったらもうイカに火が入りましたのでね、蓋を開けたらこの中に一気に入れていきます。どうですか、イカ跳ねました？跳ねる間もなく仕上がるのが今日のお料理のいいところです。大胆かつ繊細に一気に攻めましょう。終わったお鍋はおしまいじゃないですよ。ここでしっかりとペーパーで中の油と小麦粉を拭いておいてください。ここに超シンプルな秘伝のタレ、みりんとソースが1対3、これをじゅわーっと入れて一煮立ちさせます。ブクブクブクーっとなってみりんのアルコールが飛んだら、さっきのイカをここに戻し入れていきまして、さっと混ぜたらイカのソース煮の完成です。あとはこいつをお皿に乗せまして、ちょっとこんな感じで彩りを添えましたらどうでしょうか。美味しそうなんじゃないですか、これ。うん。これで、いっちょ上がり。大沢チャンネル特製、イカのソース煮込みの完成です。このお料理どうでしたか？めちゃくちゃ簡単でしょ？ちょっといただいてみたいと思います。うん。今日も安定の仕上がりです。めちゃくちゃ美味しい。ご飯に乗っけて丼にしてもいいし、お酒のおつまみにも甘辛くて最高ですから、絶対お家でやってみてくださいね。Don't watch it, eat it!